はい、どうもこんにちは、もしくはこんばんは。アメージングメガネストライキのショーです。さあ今回も完全攻略していきますぞ。今回は51、前回ここやって、まあ、苦戦したんですけど、まあ、ここは前回のようにめんどくさ、まあ言えるのはね、結構敵とね距離があるんだよね。まずやりたいとしたらこの兜を倒していきたいね。じゃあとりあえず出してみるか。とりあえず出しました。砲撃部隊をまあ前の方に出して、まあ狙えるようにと。まあ、蟻とね、蚊は大したことないんだよ。問題は、それ以外で。まあ油断しちゃいけないな。まあ、倒そうか。暴れ、まあいいでしょう。まだね、あっちが来ることはないだろうし。倒せるかわからんが、倒したいな。なんか妙にさ、粘りをね、敵さんたちは。無駄なあがきってやつだ。サイクロンがね、強すぎるんだよね、砲撃ね、扱うものとして。だってテントとホタルより強いよ、ぶっちゃけ言うとね。こっちからも行けるんだけど、こっちはいいや。むしろもうめんどくさい奴らがいるこっち側に加勢させてあげたいわ。動いてきたね。もう BGM が違うもんだって。ラスボス戦だよ、もうだって。さてと、まあカマキリは装甲だって大したもんじゃないし、まあベイバリア耐性もないから。でも体力多いよね。でも攻撃力はまあ291とまあ高い。だからちょっと油断ならないんだよね。まあ兜は余裕で300いってるしね。まずこいつでいくか。くたばれ。まあ、まだ2体いる。まだ2体いるから、それで、頑張ろう。兜倒せば、今んとこは、大丈夫かもね。よし、オッケー。で、むやみに近づかないで、あっち側からなんかしてくるのを待つしかないよね。1,2,3,4,5。じゃあここら辺にいるか。待ち伏せして一気にドーンってね、かましてやりたいしね。じゃあ壁を作るつもりで立たせるか。多分カマキリもすぐにはここにはたどり着けないはずだからな。4か5でしょう。4ですね。1,2,3,4だ。1,2,3,4。大丈夫。次のターンで一気にもかまして行こう。うおお、まさか一発で回復させられるとは。
おお、まあまあまあ攻撃には届いてないわ。ぶっちゃけ言えばカマキリたちとか倒せばぶっちゃけアリとカワ、あとホタルも脅威ではない。今回の戦いは格闘系のカードも結構揃えてきました。前回での欠陥はそこにあったかもしれない。ちょっとどうすっかね。まあ届かないか、昭和だな、ならばこれだよな。これは潰しておかないと。めんどくさい。なんか、いや、苦手だ、爆弾のやつ。苦手だわ。もうだって一回でさ、一気にドバってくるんだよ。無理だわ。くたばれ。じゃあ、ここはテントで、とどめさせてあげようか。ざまみやがるい。一気に潰したいんだよな。絶対格闘系の方がカード使ってくる上、攻撃力は高いからな。やりましょう。じゃあネプチューン。じゃあヘラクレス、ヘラクレス。間違えた。ヘラクレスです。くたばれ。ショッケー。まあ、今回ドラゴンブレードにしてあるんでね。攻撃力はもちろん高いし。まあ、怒り役。待ってか。1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5。まあ、ここは、カブトで行くか。サソリの毒針。なんか順調だね。やっぱ前回が異常なだけだよね。だってもう無理っぽじゃん、一見ね。まあ頑張ればね、クリアできたけどさ。どう考えても無理っぽだからさ。そしたらこいつらだね。まあ、そこはその時考えよう。まだカードはあるし。ギアマネカリ。さあ、バッチグー。これでカマキリは全員倒した。まあ、クワガタもすぐには来ない。1、2、3、4、5、6とすぐには来ないはずだしな。とりあえず移動して、まあ、カタツムリは普通に攻撃してあげよう。カード使うまでもない。じゃあ草クマも移動して、じゃあ、ゴキブリはね、自分で移動できるからね。まあ、こいつらは後にしよう。いつでもね、いけるから。とりあえず、ここに進んでおくか。いつでもね、ぶちのめするように、こんぐらいは進んでおいて。で、砲撃部隊も、とりあえずね、進んで。カタツムリ系はいいんだよ、いつだってできるが。まあ行きますか。相手あっち2体だから、まあ3体足りるよ。頑張れる強いわ。
ざまあみろ。さてと、まあ一旦こうして、あっちが来るのを待って、来たら SA にばっかーって言ってね、強襲して、ぶちのめす。後ろから回り込む気か。そうは問屋が下ろさねえってやつだ。余裕すぎてもうヘドが出そうだぜ。じゃあここら辺、ここにいさせるか。で、砲撃部隊をここに構えておきたいところだけど、こっからでも攻撃できるな。どうだ？すげえ遠いとこから何もできず狙われるその気分は、一方的にやられるその気分はどうだ？どうしようかな。ここにいさせるか。独自で行っちゃ危ないから。戻っか。じゃあ、ちょっとだけ動いて、1、2、3、4、5、6。1、2、3、4、5、6。じゃあ、ここら辺にいるか。逃げたな。まあいいさ。すぐ後追って、終わりにするぜ。的確な距離を詰めながらね。かつカプセルを取る。まあ砲撃隊も進まないとな。攻撃が当たらんぞ。逃げた。これ完全に砲撃隊にやらせるっていう手だな。読めたぞ。まあホタルは変わらず2から5だから、まあ射程ではこっちがね格段に勝ってるから、それを狙って1、2、1、2、1、2、3、4、5。的確な距離ならこっちがね、いやこいつらは優先すべきではない。優先すべきはカプセルとクワガタとかそいつらだ。逃げまくってんじゃんこいつら。どうした？あ、裏側から回り込んで、まあいいでしょう。まあここまではちゃんとね、全然射程範囲でもないから。いただきまーす。はい、これは蜂用の最強装備ですね。ビームバンカー1、2、3、4、5。はーい、こっからでもいいや。これだけだね。これだ。まあ一直線じゃない限りは攻撃は免れることはできる。
さて、いや、まず砲撃隊を3つ並べさせて、ここにさせるか。おお、そうくるか。かなり巻き込んだな。まあいい、こちらにはいいカードがあるんだ。その程度じゃへこたりないぞ、我々は。やっちゃえ。まあいい。戻ってきたな。我々はいつでも向かう。てか、かなり広いな。あれか、リオックスとかの、いや、もしくは、イナゴのカードか。わからん。とりあえず、やっちゃおう。しょうがない。まあ軽いは全部死んだしな。高みの見物というわけで、使うか。まずこいつらから。じゃあ、対抗地の応援。で、やつら側もすぐにはここにはたど、1、2、3、4、5、6。まあ次確実に蜂の巣にされそうなのはわかるが、届かねえが、この届かないっていうのがちょっとやべえな、これは。まあ、いざとなれば、カードがある。敵側を寄せてはならん。あと少しだ、踏ん張れ。余計なくていい。守れ。やられてもカードがある。腰ぐらい奇跡を起こした。余計って見る？生き返らせるから安心しな。バカじゃないのこいつ。バカだね。普通にさ、ビーム兵器で、あの砲台でさ、攻撃すればいいのに。バイバーイ。よし、もらったね。
隙間時計。よっしゃ、オッケー。あとは、たかがアリ2匹。まあどうじゃないか。はい、一丁上がり。頑張れる。バイバイ。グッジョーブ。はい、ハチ最強武器ビンブロンカー。やりました。今回も一発でクリアできました。やっぱ冷静になるとね。今回手に入れた武器ちょいと装備させてみましょうか。で、今まではこのストンプクラッシャーっていう、この足のような、まあ、これも樹海で手に入る武器です。それではビームバンカー。はい、ビーム、名の通りビーム兵器で、格闘90、素早さ30。格闘90に関してはストンプクラッシャーと変わんないけど、まあ素早さを上げてくれるという嬉しい、まあ能力だね。どうしようかな。このまま素早さ250を保つか、普通にサイトカッターで格闘を上げてこうしてもいいかな。でもやっぱこうするか。それでは今回はこれで終わりにさせていただきましょう。次回52、大苦戦の予感。ではまた次回のね、昆虫ウォーズ、番外編、古代の樹海完全攻略でまたお会いしましょう。では、See you!